20-06-25 木曜日1153ってことです。今、焼いた、筑紫焼肉屋さんですね、ホワイトホースハイボール2杯目おかわり、キャーこぼれた。おかわりしたのはいいけどこぼしちゃダメだよ。乾杯しましょう。はい、よし。でカルビを頼んだので、よいしょ、ちょっと焼くところを入れていきましょう。おしとやかでしたね。近くで撮ってみましょう。こんな感じですかね。あとグラス、炎が以上です。それでは。はい、20-06-25水曜日、1234 1234、ということです。食べ過ぎた。雨もすっかり止んで、焼いたの人気焼肉屋さん筑紫なんですけども、赤いお店でとても可愛いフォルムなんですけど、まあランチはランチでかなりえぐい内容の1時間肉焼き放題かぶりつき放題でもお残しは湯島園でみたいな、湯島店でみたいな感じなんだけどね。ガンガンと焼いて、結局どんぐらいいったんだろう。牛カルビ5、野菜が4、あと鶏が1かで、豚の肩ロースが2、豚のカルビが2かな、で一回ねマイクを下げた時に炎がブワーってきてじわじわじわじじじじっていう感じになったんですよ。でそこの音はもう一回撮りたいなとか思って、もう一回肉を乗せてスタンバイしたんだけど、どうもファイヤーが出てこないんですよね。ワオとか思って、でもまあ適度に、ジュージューの音は取れたんじゃないかなと思って、これから、編集にかかろうかなって感じですけど、いやでもね結構ね地味な音だったんだよな。ちゃんと取れてるかどうかっていうのはこれからって感じなんですけどね。そんなわけで一旦終了いたしますということでした。それではまた See you。 20-07-12 日曜日1759、はい、6時ですね。もう一回、1800、どことでございます。クリックパーラーお久しぶりですね。いろいろとありました。基本的に引っ越しを してるんですよ今。実家に戻ろうということで、もうコロナもあるし、あと自分の、体調のこともあって、
ちょっとあと内臓疾患というか心不全というかがあるんですよ。でまあ、あの引っ越しをしながら、まあ、向こうで、まあ、制作環境ができるのかなとか思っていろいろ少しずつ、楽器を移動しながらっていう感じしてるんですけど、ちょっとね作ってました。こんなのドラムパターン RX17 ですね。自分の多分あの原点、一番初めて買った、RX17 というリズムボックスヤマハですね。それと、ベースTX81Z という4オペレーターの FM 音源ですね。これに、サイン派はサンプラーを使ったんですけども、おなじみの音なんですけど、もう一つ、この音色を使いました。でまあドラムベースパートかな、ちょっとカルーンクライトに、ABC の構成があるような楽曲も作ってみたいなと思ってて、まあまあまあ、また頻繁に、クリックパーラー、更新していきたいなと思っております。かなり滞ってたんでね。で焼肉のジュージュー焼く音をカットアップしてリズムを作るという焼肉トーニカもあるんで、まあ、そこら辺もゆっくりとやっていきたいと思っております。以上です。ということでした。またお会いしましょう。 See you。 2007-13 月曜日、1040とことです。AKA As Known As、五十嵐誠オーケストレーション IMO の案件なんですけれども、トロフォに、トロフィーとフォのなんて言うんだろう、音のトロフィーみたいな、名称に変えてやっていこうかなと思っておりまして、で、8月中旬以降ですかね、8月いっぱいをフルに使って、ちょっとこうなんて言うんだろう、昔絡んでいただいた、で今新しく、縁がいただいた方とのこう共同作業をこうやっていければいいかなとか思っているんですよね。今とりあえず4つの、プロジェクトを考えております。まずは、中堅さんマズルカ BPM ちょっと調節して、また編集し直していこうかなとは思っております。はい。で、おなじみといってもあれですけど、ルトゥピもライクディスパレード三沢さんですね、一緒に、やった音も、まあ入れていこうかな。これも編集しようかなと思ってます。できれば BPM 一緒にしてノンストップにしていけばいいかなと思っております。はい。で、これから素材なんですけれども、出羽さん、出羽ひろきさんとの出羽芋、これもこの後カットアップして、共演させてもらえればいいかなと思っております。それと、ニューフェイスですかね、衝撃音さんとの、チームノーネーム TNN、 これもちょっとこうカットしていこうかなっていう感じで、これからどうなるか分かんないですけど、またまとめて進捗報告していこうと思います。それではどうでした。